はいどうも、甲斐則先生、本日なんですけども、ヒアレスは休み。過去にですね、オマージュで発売された、まあ、ナイキ SB ダンクローで通称の名前がカーハートっていうモデルがですね、まあ、2004年に発売されたんですけど、とうとう正式にですね、カーハートとナイキがナイキ SB ダンクローで何か出すんじゃないかっていう情報が出てきているので、それをちょっとやりたいのと、あと今後発売予定の、まあ、ナイキダンクハイのウータンであったりとか、日本の発売が出てきているんで、そのあたりちょっとやりたいなと思っています。はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の様子見てない方はこのチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、我々 Twitter と Instagram やっておりますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いします。早速ね、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、昨日の動画でも紹介させてもらったナイキダンクローの新作で、リップストップ素材とレザーで構成されているナイキダンクローを紹介させてもらったんですけど、フクシアって言われるパープルのカラーが使われているナイキダンクロー で、その際に別カラーで何か出てくるんじゃないかっていう話をしてたんですけど、やっぱ出てきましたね。はい、カラーの方がブラックとスモークグレーのカラーで構成されてまして、そのスモークグレーのカラーが使われている部分っていうのがリップストップ素材のね、まあデザインと言いますか、それが使われているものになっているんですけど、はい。まあ、秋冬に使っていただけそうなカラーっていうふうに、これを紹介している海外のスニーカー系サイトも言ってたんですけど、はい、今のところね、紫のカラーであったりとか、ブラックを基調にしているナイキダンクローのこのシリーズができたんですけど、まだまだ別のカラーで出てくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、そんなふうに思っているナイキダンクローなんですけど、はい。で、ナイキダンクのつながりで、まあ、冒頭でも言ってたんですけど、とうとうウータンとナイキダンクハイのコラボの、まあ、通称はウータンとね、モデルがですね、アトモスさんのローンチカレンダーに突如9月の1日で発売が出てきてるんですよね。はい。もうこの写真の方も出てきてまして、これナイキの方の公式写真というよりかは、これアトモスさんの製品ショットになってて、で、一応スニーカーズの方に9月の1日にはまだ出てきてないんですよね。9月の1日なんで、ちょうど1週間後の発売で、8月の27日から抽選が始まるみたいで、で、ちょっとね、驚いたのが、もともとこれ150ドルっていう値段で設定されてたんで、日本円でどれぐらいになるのかなと思ってたんですけど、パッて見たら、2万900円なんですよね。はい。高いなってちょっと思ったんですけど、まあね、前にもお伝えさせてもらってる通り、このウータンのね、ナイキダンクハイに関しては、当初最初36足しかないっていう話だったんですけど、その後、まあ、インタビューとかで、ナイキとウータン側で、まあ、50足ずつ分けたっていう話がね、まあ、出てきてるんですけど、で、その後、このウータンのね、ナイキダンクハイっていうのは、まあ、復刻することなくてですね、ようやくね、この2024年の、まあ、9月の1日発売出てきてるんですけど、復刻ということで出てきてまして、今回の写真を見る限りでちょっと思ったのが、まずね、この2ボックスのブラックのカラー部分ありますよね。ここの部分とか見る限り、レザーの質ちょっと良さそうだなっていうふうに思ったのと、あと、かかとの部分にね、まあ、これシューダー部分もそうなんですけど、ウータンのね、マークが入ってる、かかとのこのブラックが、これ刺繍になってるんだなっていうふうにね、思ったっていうことなんですけど、過去に紹介した時はここの部分でプリントになってたと思うんですけど、持ってらっしゃる方の動画を一回紹介した時はプリントになってたと思うんですけど、今回よく見るとこれ趣味やってるんですよね。はい。まあ、値段の方が2万900円で、一応渡本さんのローンチカレンダーのお気に入りは結構今入ってるみたいなんで、まあおそらくこれ発売されたらね、売り切れるんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ、8月の後半から、9月の頭にかけて結構ナイキ以外のアシックスであったりとかコラボで欲しいなと思ってるスニーカーが多いんで、ちょっと集中しすぎててちょっと嫌だなってなってるんですけど、9月の1日なんでもう少しだけ考えようかなって思ってるんですけど、意外と発売が早かったなっていうふうに、まあ、今回出てきてるのにと思ったんですけど、はい、まあ、これがね9月の1日発売より、まあ、おそらくスニーカーズの方でも出てくると思うんで、その際にまたねお話させてもらいたいなと思ってるんですけど、たまたまねアトモスさんのローンチカレンダー見てたら、前に紹介させてもらったニューバランスの線のこのクリームとグレーのカラーが使われてるモデルが、まあ、9月の発売で出てきてたんですよね。はい、でそれ以外に前にねピンクのカラーであったりとか薄いグリーンのカラーが、こう、ツートンカラーになってるようなニューバランスの線紹介してたんですけど、3つまとめて、これ2万2000円で発売出てきてて、で、この真ん中に映ってるね、このクリームとグレーのカラー、すごくいいなということで前も紹介してたんですけど、これいいっすよね。はい。ただまあね、ニューバランスの線に関しては、エメリオンドールとのコラボで、ホワイトのカラー持ってて、それ気に入ってるんで、これいいなと思うんすけど、
ちょっと気になるなっていう感じなんですけど、はい、まあ、まだ線持ってない方でこれから買おうかなと思ってらっしゃる方は今回のこの3色結構僕はおすすめかなっていうふうに思ってるんですけど、はい、でですね、続いて PS-1 と Air Force One のコラボのパラノイズ 3.0 の方が、まあこれ日本の方でも9月の14日に発売が出てきてるっていうのをさせてもらってたんですけど、これ韓国のスニーカーズ見てみると実は9月の14日の発売ではなくて9月の6日の発売で出てきてるんですよね。はい、でこの9月の6日の発売っていうのは韓国のスニーカーズのみで先行で発売される日程らしくて、9月の14日はまあその他の国での一般の発売のね、まあ、日程になるみたいなんですよね。はい、こういったのにリークも出てきてまして、9月の6日は韓国のスニーカーズ先行っていうふうに、まあ、リークアカウントサイトが言ってるんですけど、で、まあ、それと同時にね、韓国のスニーカーズの方で、その後、この、9月の6日発売でできてて、まあ、韓国ではまあ9月の6日発売で、まあ、国内より8日ね、早く発売されるんだなっていうふうにちょっと思ったのと、まあ、日本のスニーカーズの方にまだこれ出てきてないんですよね。はい、アトモスのローンチカレンダーに9月の14日で出てきてて、まあ、おそらく9月の14日に日本のスニーカーズ来ると思うんですけど、他のね、韓国の国以外の、スニーカーズの方を見てみると、9月の14日ではまだ出てきてないんですよね、どこも。はい。まあ、6日の先行発売で韓国だけ出てきてまして、今これニュースもいくらになってるのかなと思って、ちょっと改めてまた見てたんですけど、というのも、これ実は僕らの冬の前に売ってるんですけど、先週、韓国の方で、これ PS-1 のサイトで先行でね、発売されたんですよね。で、その際に、まあ、買われた方が、まあ、コメントでも、今配送中ですっていうようなコメントいただいてたんですけど、で先行で多分買えてらっしゃる方が、もう出品されてたりはしてまして、今の値段見てみると、大体ね、9万円か10万円ぐらい取引されてるんですよね。めちゃ高ですよね、これ。はい。まあ、一応ね、これ3万アンダーで日本のね、定価のは出てきてるんですけど、発売されたらね、ニューズの方の値段はもう少し下がるとは思うんですけど、まあ、ファーストのカラーであったりとか、ホワイトのね、セカンドカラーの値段の方が今結構まだ上がってきてるんで、まあ、この3番目のカラーに当たる 3.0 も、おそらく、ここで結構な値段にはなるんじゃないかなと思ってるんですけどね。あの、僕に関しては、ファーストカラー持ってないんで、フィアリさん持ってるんですけど、まあ、欲しいなと思うんで、まあ、これに関しては国内のね、まあ、抽選であったりとか、スニーカーズの方ではオンラインチャレンジをしようかなと思ってるんですけど、またこれについて、ストック数であったりとか、これくらいじゃないかっていうリークが出てきたらですね、またこちらの方でお伝えしたいなと。で、続いて、またね、来季の新作の情報になるんですけど、以前紹介させてもらったオランダのあのパタとナイキエアマックスのコラボが、まあ、前回発売されたモデルがまた復刻ということで、今年パタが20周年を迎えるということで、そのね、復刻が発売されたのをさせてもらってたんですけど、持ってらっしゃる方の動画が出てきてるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、でですね、次のちょっと横に写ってる写真見てもらうと、これはパターの5周年の際に前回発売されたエアマックスとパターのコラボと、で今回9月の14日に発売される20周年を記念した復刻モデルを並べてる写真があるんですよね。でパッと見、まあ、デザインで言うと、まあ、インソールのデザインが全然違ってて、まあ、僕はこの20周年のね、この水色のカラーのインソールのデザインの方が、まあ、好みかなっていうのと、あとまあ20周年を記念しての20っていうね、デザインが入ってるボックスを捨てると思うんですけど。で、パッて見る限りでは、これ海外のスニーカー系サイトも言ってたんですけど、5周年で作られたモデルより、20周年で作られたモデルの方が、この黄緑のカラーのトーンが、トーンアップしてて、ちょっと若干明るめになってるっていう風に書いてあったんですけど、まあその通りだなってちょっと思ったんですよね。はい。まあ5周年のモデルの方が若干このツイルのね、素材で使われてるような黄緑の部分が暗いかなっていう感じがするんですけど、まあ今回これが9月の14日に、パターと、ナイキエアマックス1のコラボが復刻ということでできてまして、まあ、パターで先行で9月の14日なのか、スニーカーズで9月の14日に発売なのか、ちょっとわかんないんですけど、ただもしスニーカーズの方で、これ9月の14日に発売されるのであるならばですね、先ほど紹介させてもらったピースマイナー1とエアフォースワンのコラボの 3.0 が9月の14日なんで、めっちゃ被ってんなっていう感じなんですよね。はい。まあ、被りで言うと発売の、今月の8月の27日の、アママとエアジョーダン3のコラボと、あと、エアジョーダンワロのおじいのモカが同じに発売されるんで、久しぶりにちょっと悩むよなっていう風な日になってるんですけど、なんかね、この夏の終わりから夏の方が、まあ気になるよなっていう一足を、
割と早めに発売が来てると言いますか、詰め込んで発売でできてるんで、全部買うことはできないんですけど、お金の方が大変だなっていうふうなね、リリースの間隔が短い感じで来てるよなというふうに思ったんですけど、はい。まあこちらはね、9月の14日じゃないかということで、まだ持ってらっしゃる方の動画で言ってたんで、紹介されてもらったんですけど。で、続いて、これに関しては以前にも紹介している、モアテンローのカラー違いがいろいろ発売されるということで、以前やってまして、オールホワイトのモデルの、公式写真の方が出てきてるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、モアテンのローということで、まあ去年発売されたアンブッシュと、モアテンのコラボを彷彿させるような感じといいますか、僕あれに関しては、ビリー・アイリッシュであったりとか履いてるのを最近また見て、ちょっと欲しいなりになってるんですけど、今日買ってなかったんで、ブッシュとのコラボじゃなくて、モアテンのローとして、初のね、ロータイプとして、ペアリングされてるエアの部分が、なんかツイールの生地を使ってるようなものにも見えるんですけど、どんだけね、カラーバリエーションが、まあ出るんですけど、このオールホワイトめちゃくちゃね、汚れ目立ちそうだなっていうな、これの方がすごく目立ちそうだなっていうふうに思った、そんな一足で、まあこちらもホリデーシーズンに発売されるということで、ものによっては、このレタリングされてるエアの素材が違ってるモデルとかも今後発売されるんですけど、はい、まあこのツイルの生地が使われてるね、レタリングされてるエアの部分に、まあ、ホワイトのモデルがホリデーシーズン年内にね、発売ということで、まあ紹介されてました。で、本日の本題になるんですけど、ちょっとこれ言われるのは2004年に発売された、ナイキ SB ダングローで通称の名前がカーハートってついてるモデルがありまして、これっていうのは、このナイキ SB ダングローに使われてる生地が、まあね、カーハートのワークジャケットに使われてるような生地を、まあ、使ってて、まあ、これ正式なコラボじゃないんですよね。はい。一応これカーハートへのオマージュになってるような、まあ、ナイキ SB ダングローの方が発売されて、一つはこのカラーが発売されて、今ニューツの方でいくらになってるのかなと思って見てたら、まあ大体20万円ぐらいで取引されてるんですよね。はい。で、それ以外に、まあこれぞ本当はカーハートのワークジャケットのね、カラーといいますか、まあブラウンのようなカラーが使われているモデルも発売されて、こちらの方も、まあ正式なコラボじゃないんですけど、20年以上経ってるっていうのもあって、これに関しても約大体まあ20万円近くでね、取引されてるんですよね。はい。で、これ以外に、まあ、正式なね、これはオマージュやったんですけど、正式なナイキと、カーハートとして、2018年のね、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、まあ、エアマックス95であったりとか、エアフォースであったりとか、映ってるんですけど、これナイキとカーハートの方が、まあ、正式にコラボして発売されたモデルで、これ今が6年前になるんですけど、で、まあ、エアマックス95のね、ものをちょっと見てもらうと、まあ、これについては今いくらになってるのかなと思って、スニナンであったりとかストック X の値段見ていると、このエアバックス95とカーハートのコラボは、だいたい3万円ぐらい取引されてて、もうちょっとしてるのかなって思ってたんですけど、意外とそんな感じの値段なんだっていうふうに、さっきちょっと調べてて分かったっていう話なんですよね。はい。で、まあそれ以外にもね、まあエアフォースのコラボであったりとか、まあ同時期に発売されたんですけど、で、それより前の話で言うと、これは多分一般リリースされたわけじゃなくて、チャリティ出品するために作られたものになるんですけど、まあエミネムカーハートと、まあこのエアジョーダン4のコラボであったりとか、オマージュじゃなくて、ちゃんとこれカーハートのね、この集団裏見てもらうとデザインが入ってて、まあ正式なコラボということ、まあこれ一般発売はされてないんですけど、まあこういったものが、まあ過去にね、あったんですよね。で、ナイキ SB ダンクローに関してワージになってて、正式なね、まあコラボといいますか、パートナーシップを結んで作ったモデルではないんですけど、実はですね、こういったリークが出てきてまして、ナイキ SB ダンクローを使ってナイキが、再びね、カーハートとコラボで何か出すっていう情報がまだ出てきてたんですよね。はい。で、これ過去に、ナイキ SB ダンクローとエミネムのカーハートのトリプルコラボで何か出るんじゃないかっていう情報を、まあ、去年あたりやってたと思うんですけど、その情報っていうのは今後そのままね、更新されることはなくて、何も情報は出なかったんですけど、で、ナイキ SB とカーハートのコラボで何かあるんじゃないかっていう話は全く出てきてなかった中、僕が割と信用しているフランスのリークアカウントサイトってフェントゥーコップってあるんですけど、まあ、ここの方が急遽いきなりね、この間ね、言ってたんですよね。はい。で、今物は何も出てきてないんですけど、おそらくナイキ SB ダンクローで決まるっていう風に書いてたんですよね。で、これ見た時に、まあ、この何年かでナイキ SB ダンクローで、まあ、正式なカーハートのコラボで何か出るんじゃないかっていう話があったんですけど、全然それはね、実現することなかった中、
僕がまあよく見ているこのサイトの方が言ってるのを見てですね、何を思ったかと言いますと、ナイキっていうのは2025年に割と仕掛けてきてるっていう話をこの1ヶ月で結構してるんですよね。はい。というのも、まあ、最近の僕らの動画にもさせてもらってる2025年に、まあ、過去のレジェンド級のスニーカーをナイキがまあ復刻ね、させて発売するっていう話は結構出てきてて、例えばアンディフィーテッドとエアジョーダン4のコラボを来年発売のね、情報が出てきてたりとか、2017年に発売されたオフファイトと、ジョーダンブランドのコラボの、ザッテンのね、エアジョーダン1ハイオジオフファイトのコラボのシカゴのリストックもしくは復刻という形で来年発売されるっていう情報があったりとか、あと2018年にエアジョーダン1ハイオジオユニオンのコラボが、まあ、続編がですね、まだ来年に発売されるっていう情報が出てきてて、2025年にナイキおよびジョーダンブランドがめちゃくちゃね、仕掛けてきてるんですよね。はい。まあ、ね、ナイキのその、なんですかね、去ったファンを、またこう、囲いたいのかわかんないですけど、まあ、スニーカー熱、まあ、ナイキ熱も下がってきてるのが、復活させたいのが、来年結構仕掛けてきてて、で、来年っていうのは、AirMax95 が30周年に当たるんで、AirMax95 の、まあ、ネオンの方をね、ビッグバブル仕様で復活であったりとか、リーバイスと AirMax95 のコラボが、3パターン発売されるっていう情報があったりとか、1ヶ月に1回ナイキから出てくるスニーカー、これやばいなっていうのが、まあ出てきそうな感じの年なんですよね。で、そういった2025年にめちゃくちゃ仕掛けてきてるのを考えると、今回この出てきてるナイキ S3 ダンクローと待望のね、このコラボである、カーハードのコラボに関しては、これあり得るんじゃないかなっていうふうに、今ちょっとね、思ってるんですよね。はい。2025年っていうのは、割とイケイケなんで、これあり得るんじゃないかなと思って今日やらせてもらってるっていう話なんですけど、このフランスのリーガーなど思いっきり外すっていうことはないんで、今回ナイキ SB ダンクローとカーハードのコラボに何か来るんじゃないかっていう話が出てきた時に、まあ、その2025年のね、ナイキの仕上げてる感じで言ってあったりとか考えると、まあね、なくもないのかなと思ってちょっとね、やらせてもらったんですけど、まあこれに関しては発売されたらすごく盛り上がると思いますし、で最近で言うと、ニューバランスになるんですけど、まあ、ニューバランスの990の V6 を使ってカーハートがコラボしてて、まあこれのカーハートのね、ワークジャケットになるようなカラーを使ってるんですけど、僕これ欲しいなと思っててずっと買ってなくて、スニーナのお気に入りでパーシンしてるんですけど、まあそのうち欲しいなと思ってる一足で、まあそんなカーハートがね、ついナイキとのコラボ、まあ、正式に、ナイキ SB ダンクローで何か出すんじゃないかっていう話があるんで、まあ、それ楽しみなんで、まあ、これについては新たな情報が出次第ですね、こちらの方でお伝えしたいなと思ってますので、気になる方はですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。高評価お願いします。本日は以上となります。カイノリでした。さよなら、ありがとうございました。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.